はい、ということで皆さんこんにちは、てつよりです。よく見てみるとね、こちら旧幕新快速、旧幕が出ているやつなんですけど、あの路線図号のないタイプの新快速という幕が出ていまして、なかなかレアなものとなっております。ここは JR 三宮駅です。今回はこの JR 三宮駅もいいんですけども、ここからですね大阪に行こうと思いたいんですね。じゃあ大阪に行くなら先ほどの新快速を乗ればいいじゃないか、そういう話なんですけども、今回はですね三宮から大阪をどのように移動していくか、まあ、そういう話になってきます。もちろんバスやタクシー、そして車、高速道路を利用するのもありですが、今回は鉄道のみで考えていこうと思います。ちょうど今見えている左側のホーム、そして奥のホームなんですけども、そちらが JR 線のホームとなっておりまして、この僕が今立っているホームのさらに向こう側、あちら側の2つの線路、あちらがですね阪急電鉄神戸本線となっております。阪急電鉄神戸本線、こちらを利用していくことも可能ですし、またこの下の方を通ってですね阪神電車の神戸三宮駅、そちら側から阪神の大阪梅田駅まで行くことも可能です。ただいま4番ホームに到着の電車は特急大阪梅田行きです。停車駅は岡本、菊間、西宮北口、重曹です。この電車は西宮北口で各駅停車に転落します。次は岡本に停まります。紅葉園方面は宿川で、宝塚今津方面は西宮北口で、京都河原町、嵐山、北千里、箕面方面は中層へ停まります。ご乗車の際足元にご注意ください。奥からやってきた電車は阪急電車の大阪梅田行き特急電車です。阪急電車といえばこの茶色い車体が有名です。こちらはマルーンというふうに言うんですね。では早速乗車していきましょう。この電車に乗車中にですね、皆さんに阪急電車が他の鉄道会社に勝っている部分というのを皆さんにお伝えしたいなと思っております。向かい側には普通電車、この電車の後に出発する普通電車各駅に止まる大阪梅田駅の電車も止まっています。この阪急電車は神戸三宮を出ますと大阪まで、次が岡本駅、そして宿川、西宮北口、重曹、終点、大阪梅田の順に止まっていきます。向かい側には新快速電車ライバルもいます。ではですね、このライバルに利用者を、例えば僕が利用者ですね、この僕を新快速に乗らず阪急に乗った方がいいというふうに言わせるのはなぜでしょうか。それについて今回見ていきます。本日の阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。特急大阪梅田行きです。停車駅は放送がありましたが、この電車は急線系と呼ばれる車両です。この急線系、阪急神戸本線、宝塚本線、京都本線が、この3つが軸と呼ばれていますが、この阪急の軸の中でも京都本線では9300系というふうにも言われるような車両です。ということで右側にはこのように JR 線が複々線ということで4本線路があるんですが、ここから大阪梅田までこの電車を飛ばしていくことになります。大阪梅田終点には12時48分に到着します。今春日の道駅を通過しました。ここからですね、皆さんにお話ししていこうと思います。現在時刻は12時22分、到着予定時刻は12時48分というふうに案内がありました。この神戸三宮から止まりますのが、次岡本、宿川、西宮、北口、重曹、そして大阪梅田に止まっていくわけですけども、停車駅の多さというのについてはですね、今から説明していこうと思います。阪急電車が他の3つの会社に勝るポイントということで、いくつか論点をね絞っていって話そうと思うんですけども、三宮からしばらく出ました大阪梅田に着くまでにちょっと解説していこうと思います。
基本情報として阪神電車と阪急電車は同じグループ会社ということを知っていただけたらなと思います。そして JR には新快速電車が速い、そして阪急電車では特急電車が速い、阪神電車では直通特急または特急と呼ばれるものが速いというふうに知っていただければと思います。ではですね、まず最初にお話ししていきたいと思いますのは停車駅の多さ違いについてなんですね。まず神戸三宮、今乗っている阪急電車について言いますと、神戸三宮から1,2,3,4 と4つの駅に止まっていくわけです。この4つの駅がですね、途中停車する駅です。そして速度はだいたい100キロを超えているんですけども、これは別の他の会社でも100キロは超えることはあります。新快速電車の停車駅というのを見てみると、芦屋、尼崎、もう大阪、たった2つだけなんですね。この2つの駅にしか止まらない。そしてもう一つ阪神電車の方を見ていきましょう。阪神電車の特急の停車駅にはいろいろとばらつきがあるんですが、これについては千鳥停車とかいうふうに呼ばれていまして、鉄道ファンの間では昔から有名、または阪神電車の沿線の方々からはですね有名だったんですけども、話していきますと、神戸三宮を出ると三陰、魚崎、芦屋、西宮、甲子園、尼崎というふうに6駅止まっていくことになります。ですからですね、阪神電車は途中停車駅が6駅、阪急電車は4駅、 JR は2駅というふうになっております。これを見れば阪急電車は真ん中に位置していることが分かりますから、スピード的にも真ん中ぐらいなんだろうなという感じです。そして最高速度についてです。新快速電車では最高速度は 130km/h、ほぼほぼ 125km/h ぐらいで爆走することが多いんですが、それは十分に 130km 走行ができる車体を生かしているというふうに言えます。そして阪急電車では京都本線で 120km 出ますが、この神戸本線では約 110km/h で走行しています。そして阪神電車の最高速度も 110km/h ですが、阪神電車はカーブが多いためもう少し速度を落として運行しています。要はこの3つの路線でやはりスピードという点におきましては、駅から駅の間では JR の新快速に負けてしまうということですね。阪急電車は第2位です。次に停車駅時間というふうのを見てきたんですけども、運転間隔についてです。運転間隔というのはですね、1時間に何本の列車が来るかというので大体示すことが多いんですが、阪急電車と阪神電車は1時間に6本ですから10分に1本、優等種別の大阪梅田まで最速で来る列車が来るわけですね。そして JR 線の方では新快速電車、最速で行ってくれる新快速電車が1時間に4本ですから15分に1本のダイヤでやってきます。ラッシュ時などはまた変わりますが、通勤時間帯以外はこのように15分に1本、10分に1本というパターンダイヤが使われております。そしてもう間もなく岡本駅という駅に到着するところですが、この新快速電車は速い上にさらには停車駅も少なく、ですがここにも欠点がありまして、15分に1本のみということになります。それはそれはもうローカル線、田舎の田んぼの果ての果てにあるような駅で15分に1本と言われれば多いですが、大阪、神戸または京都の方を結びます新快速電車ですから、15分に1本というのは日中であれ少し少ないのかなというところなんですね。その代わり阪急電車、阪神電車はなんと10分に1本走らせてくれていると言いますから嬉しい限りです。さて次はお値段、結局阪急阪神 JR いくらなんという話です。さてこの運賃という話がほとんどの利用者にとって大事な部分になってきます。俺は金持ちだから関係ねえという方にはタクシーを使っていただければ幸いなんですけども、なんと阪急阪神そして JR の中におきましては JR がダントツに高くなっています。ということでですね、こちらに3つほど資料を用意しました。見ていただけるとですね、まあ時間も載っているんですが、これを見てみると JR が21分、そして阪神電車が32分、阪急電車が27分と書かれておりますね。でもちろん JR が一番早いわけですが、よくよく見てみると JR の方は三宮から大阪までなんと410円かかるところをですね、こちら2番の経路ですね、阪神電車と
阪急電車320円で移動することができますということなんですね。ですから阪神電車、阪急電車が安く、 JR が高いといった構図になっております。お金があまり無駄にできないというような人がやはり世の中大半ですね。最近は円安も進みまして、できるだけ消費を抑えたいという利用客の間ではやはり阪急阪神を使うことが得というふうにされているわけです。多少時間はかかれど、まあそんなの言うて5分10分といったところなんですね。ですから今まで喋ったことをまとめますと、阪急阪神 JR におきましては、運賃は阪神阪急が最強、速度では JR が最強、目的地までの到着時間や運転間隔などを考慮するスピードでは阪急電車が最高というふうになっております。そして運転間隔におきましては、実は阪神電車の方が最強というふうに個人的には思っています。もちろん10分に1本ダイヤと言いましたが、この阪神電車というのはですね、ここで語る魅力じゃないとは思うんですけども、普通電車、区間急行とかであったりですね、いろいろな列車が乗り入れているわけです。20分から30分に1本のですね、近鉄奈良まで直通します快速急行が本線に入りまして、また一部の普通電車、直通する普通電車もエコの阪神電車に乗り入れているわけです。さらに通常の日中でも普通電車、急行電車、特急電車、そして直通特急、この4種類の種別、さらに快速急行を足して5種類の種別が1時間に6本、10分に1本のペースで組み込まれているわけです。もちろん全てが10分に1本で来るわけではないですが、できるだけ利用者が待たずに乗れる阪神電車というキャッチフレーズを胸にダイヤは制作されているということで、阪急電車もいいですが阪神電車も沿線民からはとても慕われる理由というのがあるわけです。阪急はよく高級感があるなんて言われますがね、あまりそういうのは関係ないというふうに個人的には思っています。で西宮北口に停車です。進行方向左側にうっすら見えました電車は普通電車です。ここで西宮北口から大阪梅田への各駅に停まる普通電車に接続するわけです。さて阪急神戸本線梅田の次に栄えている大きな町と呼ばれる西宮北口です。西宮ガーデンズ前というのが阪急有名ですね。さて西宮北口を出まして前の方を見てみると、何やらたくさんの路線分岐器があります。そして左側を奥見てみると電車の車庫がありますね。こちらが西宮北口、こちらが西宮北口車庫、阪急電車西宮車庫と呼ばれる場所になっています。乗り換え案内がなされていますが、阪急神戸本線、阪急宝塚本線、阪急京都本線がこちら重層で乗り換え可能となっております。大阪梅田まで行くとですね、逆に遠くなってしまいますよね。この神戸線の2線、京都線の2線、宝塚線の2線がここで合流し、大阪梅田まで行くというわけです。さて到着するのは進行方向左側のホーム2号線です。阪急電車では1番線、2番線、または1番乗り場、2番乗り場というふうには言わず、1号線、2号線、3号線、4号線と号線という名前をつけるんですね。最近では1番ホームというふうに言うように、1号ホームというふうに言うことが多くなっております。奥の方を見てみると2つの路線が3つ重なっております。さて向こう側から来ましたよ、3つの電車が同時に来る姿はもう圧巻です。さてここから進行方向左側奥に入っていく一本の線路が見えます。こちらは折り返し用の線路です。昔の臨時列車などでも使われていたようですが、今はいつ使われるのかという感じです。そして進行方向、今走っている線路が神戸本線、左側が宝塚本線、そして一段高く左奥に見えるのが京都本線、右側を見てみるとこのように自動車の通る場所があります。
速度を落としていますが、中津駅は通過。黄色い線と黄色い線の間が1メートルもないような狭い駅となっております。列車が同時に来ると危なそうですよね。そしてそのまま梅田へとやっていくわけです。阪神電車、地下鉄線、御堂筋線や四ツ橋線、そして谷町線、 JR の大阪環状線、そして東海道本線、またはもうすぐ梅北レアエリアが開業しまして、環状線から南側阪和線方面に直通する特急電車や北陸方面に行く特急電車もこちらに大阪発着になるのではないかなというふうなところです。さて、見えた通り9号線に入線するという感じですね。10面9線の巨大ターミナル駅、関西私鉄で一番規模が大きい阪急電車の阪急大阪梅田駅です。ということで、無事に阪急大阪梅田駅に到着しました。今回はですね、阪神電車と阪急電車、そして GR 線が大阪神戸間を結んでいまして、その大阪神戸間を結ぶのはどれが早くて便利でコスパがいいかという話でした。はい、ということで無事大阪梅田駅に到着しました。阪急大阪梅田駅は10面9線を有する非常に大きな路線になっており、駅になっております。こちらに10分に1回宝塚線、神戸線、そして京都線の3本同時の発車というものを見ることができます。すごいですね。ということで最後にですね、見ていこうと思います。時間があれなんですけども、 JR を使うと JR 線新快速、東海道本線新快速電車を使って三宮から大阪まで行った場合、11時22分から43分21分間で着くことができます。これは阪急阪神 JR を比べて最速となります。そしてこちら、これが今回乗らなかったやつなんですけども、阪神大阪梅田まで、神戸三宮から梅田までこちらによく見てみると32分と、なっております。そしてですね、今回乗ったのが11時21分から48分と、これ時間がちょっと違うんですけども、こちら27分で着くということになっております。これを見てみるとですね、新快速が21分、そしてその6分遅い阪急電車、そしてそのさらに遅い阪神電車ということで、スピードでは新快速、そして値段ではこちらですね、320円、阪急阪神の320円が安くなっております。ですから普通電車だとこれ410円無駄にかかってしまうわけですね。新快速の速さというものもこの410円の中に入っているんだろうと思いますが、ということで、今回はですね、この阪急電車、なぜ阪急電車に乗ってきたかということなんですけども、27分で新快速よりは多少遅いものの、こちらですね、1本で三宮から大阪梅田まで行くことができ、また阪神電車のように6両編成ではないため比較的空いている、そしてですね、停車駅が少なめなんですね。 JR の場合2駅、阪神の場合は6駅に止まります。阪急は4駅、そして320円というこの値段の安さ、これがこの阪急電車のコスパの良さということになります。では本日も、ご視聴ありがとうございました。今回はこの阪急大阪梅田まで神戸三宮駅からやってきたという動画なんですけども、皆さんね、時間が多少あってそんなに急いでいない時なのとかには、この阪急電車の神戸本線というのも320円で来ることができますので、ぜひ活用してみてはと思います。ちなみに明石、須磨、それからですね、姫路方面から直通特急を利用して三宮まで来る場合は神戸高速線の初乗り運賃が必要ですので多少高くなります。今回は三宮から乗った、JR と比べた時にっていう話になりますので、それはちょっとご留意いただきたいんですけども、皆さんぜひそういうのを確認して、こういう値段を安く、いかに早くいかに安くコスパのいいところを選ぶかというのも鉄道の旅においては大変重要ですので、皆さんね、活用していただければと思います。では今回はご視聴ありがとうございました。たったね、何十円とかの差なんですけども、これが定期券とかと、そういうね、毎日通るとかね、そういう風になると今後どんどん変わっていくというわけです。ということでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。